リンゴルフをご視聴の皆さん、彩香です。カメラマンの山ちゃんです。今回は愛宕原ゴルフクラブ西コースを、まあ後々紹介もあるんですけど、まあ、実はお父さんプロですよね。そうなんです。ゴルフには触れてこなかったツアープロの娘です。10ラウンド目で100ギリを達成しました。さすが。一マス4ポイントで60ポイント以上達成で、はい、天岐阜3000分をプレゼントしてますんで。おーすごい。よし頑張ります。よし、はい、じゃそんな感じでやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ3ホール終わりまして、はい、ちょっとミッションゲーム整理していこうかなと思います。ワンオンとパーがいけますね。いけますね。これ2つ丸いけますね。おいナイスです。やったね。2番がイケポチャやってんだよね。あ、ほんとや、イケポチャ。あ、結構いい感じに埋まってません？これウェア紹介いっちゃう？はい、そうしましょう。ジェイジェン、ジェイジェン、私の大好き。僕も大好き。あ、本当ですか？頑張った、頑張った、頑張った。ちょっとじゃあ、はい、グランドに立ってください。はい、今季だね、秋冬。おー、すごい。だよね。よくご存知で。いや、だ、かん。そうなんです、これ今季のジェイジェンです。これは今季じゃないです。ああ、バイザー。はい、うん、普通のジェイジェンですね、ジェイジェンですね。それはワンピースです、これ。ワンピースなの？はい、ワンピースで、ここがね、これが可愛いんですよ。ね、可愛いよね。これが可愛いんですよ。さすがね。うん。いいですよね。いい感じ。いいですよね。いい感じ。でもついてます。あ、ついてるんだ。そうなんです。これ結構大事。ついてないのって多いもんね。これめっちゃ大事。でもなんかさ、目立たなくていいね。そうなんですよ。さすがだね。いや、本当に。でも素材もいいし。さすが JJ です。韓国のウェアブランドで、モデルさんを韓国でされてるジヒョンさんっていう方が、CEO でデザインとかもされてるんですけど、で日本にエリカさんっていう方が、持ってこられたんですよね、この、で JJ ジャパンを今されてて、で日本ではその JJ ジャパンから買うことができます。とにかく可愛いです。夏はさ、なんか本当なんかもうさ、本当韓国テイストって感じでさ、こうシルエットもさ綺麗でさ、そうなんです。でシンプルだけどやっぱなんか繊細でなんか可愛いって感じだよね。え、そうなんです。シルエットが綺麗だし、でとにかく可愛い、可愛らしい、女性らしい。全然外さないです。もう、あ、ちょっとこれダメだなっていうのがないです。全部可愛い。全部可愛い。確かに確かに。え、このポーチはさ、なんかあれじゃない、自分の名前書いてあった。あ、そうなんです。自分の名前。合うね、今日のコーデに。そうなんです。白だとね、レーザー距離計と、ほうほう、あ、いろいろね。携帯と、あとはティーとかボールとか、細々したの全部入ります、これに。275ヤードだけど、ちょっとある。そうなんですよ、上り用があるんで、まあ300は全然あるだろうな。っていう感じですかね。とりあえずでもまあドライバーで、はい、行けるとこまで行っちゃいます。はい、いいじゃん。うん、いいよ。まあまあまあ転がっといてください。うん、オッケー。ぼちぼちですね。ボギーオンで寄せワンパーを狙うっていうのが最近のモットーですから。はい、はい。なんか理系所が気になるね。理系所が、理系所ですか？なんか私が研究とか分析してたのは、海藻とかを捨てる、海藻というかいらない海藻とかを、赤木っていう、和歌山とかでこうちょっと漁師さんに嫌がられる、その海藻があるんですけど、それをなんかもうワンサが取ってきて、でそれから化粧品を作ったりとか。え、そうなの？そうなんですよ。化粧品ってそうなの？あ、私がやってたのはそういう感じです。産業廃棄物を化粧品に変えるとか。そんなことできんの？できます。食品に変えたりとか。海藻から取った、まあ、とある成分を、とある成分、いろ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 あるんですよ、その取れるものとかも。でそれを抽出する方法を解析したりとか、作ったりとか。すごいね。してそれを化粧品に入れて SDGs の、ああなるほどなるほど、はい、化粧品っていう感じで売り出してました。やば、すごいね、はい、マグロの皮とかも使ったりとか、
頭良くなりそうだね。化粧品ですよね。DHC のイメージしか、なんだっけ、DHC だったっけ、DHA かな、 DHA だ、 DHA は商品だよね、はい、メーカー DHA、 ドコサヘキサエン酸です、ね、そういうことを大学時代に結構してて、かっこいい、化粧品が大好きでやってました。またまたクリークです、はい、まただやばいな、これダメだ。大丈夫ですよ。次です、次。次。いやなんか嫌な予感したんだよな。いや今日はなんかアプローチとパターいいけど、クリークダメな日か。まあそういう日もあります。うん、噛み合わないよね、なかなかね。なんかね、どれも全部噛み合ってくれたらいいけど、うん、逆も結構あるんですよね。ショットめっちゃいいのにショートゲーム散々な日とか。まあ、偶然重なり合った時にベストが更新できたりするんですよね。あ、そうだね、上りがあるから、でしかも砲台だからキャリーで考えなきゃいけない。ちょっと低い球で、いやどうしよう、いや6球でいこう。あーちょっと左、うん、まあでもけど多分悪くはない、距離はいいと思う、うん、そうですね、まあまあまあ、うん、仕方ないですね、うん、これは、うん、こっからが勝負だ。え、さっきさ美容系の、はい、話だったけど、食品系もそのちょっとなんかやってたんですか？食品もちょこっと携わらせてもらってて、なんかユーハ味覚糖さん、もう分かんない、共同で研究したりとかを大学の時にやってて、な、何を研究するの？体にいい成分とかをお菓子に入れて売り出したりとか。あ、なるほどね。有名なのだと、あの忍者飯とか、あとなんだっけ、コロロ、うんうん、がのなんかその大学との共同開発バージョンっていうのを結構出したりとかしてました。お、はい、すごいな、いろいろ経験させてもらいましたね。え、今仕事は？今はもうちょっとそういう仕事からは離れてるんですけど。違う、大学の時、ね、そうなんです。うん、なんかもったいない気がする。でもすごい楽しかったので、また久しぶりに教授に会いに行きたいな。あ、オーバーしてるかと思ったらパターで行けますね。乗ってますね、うん、よかったよかった。ただグリーンがめちゃむずそう。そうだね。めちゃむずそう。3段グリーンの2段目にいますね、これは。しかも2段目と3段目の中腹にいます。左からこうですね。 OK 圏内に寄せたい。あ、強いかな。でもそっから下るのよ。そう、いや、うまいわ。いい読みだったんじゃないですか。ちょっと残ったけど距離、ちょっとこの下りもっと速いと思った。ちょっとね、多分逆目だった、逆目だったな。あ、そっちに切れるか。 OK です、ありがとうございます。はい、ダボか、ダボですね。はい、いやスリーパットか。あ、いや、あの距離のラインの読みを間違えるのはやっぱり経験不足だなと痛感します。よし、じゃあ、あやかちゃん、はい、パー5、ホール紹介いっちゃおうかなって。わかりました、はい、お願いします。ここ405ヤード、パー5です、うん、グリーン周りが、バンカーがあるので、あの辺はちょっと避けたいところです、うんうん、はい、じゃあ適当に、とりあえず、まあ、打ち下ろしでこう距離稼ぎたいところなので、ドライバーで打ってしまおうと思います。はい、右の斜面にぶつかる分には OK なので、黄色旗よりやや右狙いで、まあ、丘の裾ぐらいで行こうと思います。おお、いい当たり、いいんじゃないですか。いいよいいよ、うん、パー5だからね、全然あっちでも問題ない、うんうんうん、あれでもう一回あのグリーン見えるところに出して3つ目オンですね、うん、はい、じゃあ行きます。ぼちぼち当たるようにはなってきているが、こっからですね。
次グリーン見えやすいところで打ちやすいところに落としたいからちょっと打ちどころを考えないといけないですね。とりあえずじゃあ22度でちょっと今日はクリーク当たってないので、あの裾狙い、まあ、ちょい左でもいいかなぐらい狙いで、おう、うん、これ下って見えやすいところに落ちてくるって言ったら、あ、いい感じ、なんかコースなりに転がってった、うん、うん、いいと思います。よしです。ここからが大事、近づければ近づくほど大事ですよね、やっぱり精度が。でもまた今日はピンがバンカー側にありますね。今日ね。ユーティリティの当たりはいいので、あと120ぐらいか、でも下りがあるので、そうですね、120ぐらい。いやでも砲台の分多分転がらないので、ちょっと上目で豪遊26度で行こうと思います。ピンは狙わず花道転がしていくイメージで、あー、いやでも全然、なんかちょっとアドレスが気持ち悪かったな、気持ち悪かった、はい、まあまあまあ、あそこからですね、まだまだいけるまだいけるぞ。ちょっと軽い段の上にピンがあるので転がってほしい。9でエッジに置いて、でしっかり坂を登ってほしい。ああちょっとやりすぎてるかもしれないな、これは。ちょっと行ってみます。はい、うわピッチングだったかな、かちょっとハンドファーストに構えすぎたか、どっちかかな。なんかその分かってるからいいよねそう、うん、やっちまったみたいな、やっちまった、この誤差だったらやっぱまだまだまだですね、精度がすごい。ピン位置だ、段のキワキワにあるな、結構ちゃんとフックな気がするので、強い、これはやってるしフックじゃない。なぜ、おっと狂ってきたぞ、なぜ。いやあんまり下ってるように見えなかったけどな、でも来た道は帰れるんだよ。あーそうか、いやーやっちまった、えなんだってホッケー出しとけばよかったなんだって適当に打ったらダメだ、パター上手いからいっかと思ったらやばい、完全に気抜いたわ今油断禁物ですね、うん、でもこれでいいプレーが出て、うん、こうスコアが縮まった時とかにこうあの快感を覚えてしまってゴルフってやめられない。あはいはい、噛み合った時のね、噛み合った時のね、あの感覚が忘れられなくて、確かにね、すごい楽しくなるよね。そうなんですよね、で次行ったらさなんか違うんだよそうなんですよね。なんか気に入ってるクラブとかありますか。私本当にこのピンの G410 がもう大好きで、はい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 、ウェッジとドライバー以外は全部410が入ってて、うん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 、でしかもあの軽い、まあ、シャフトでにしてシャフトカットして私の身長に合うようにしてます。あそうなんだ、はい、これメンズでしょ。あそうですメンズです、片す R かな、 R だよ、あそうです R シャフトで、あそれ短くしてるんだ。そうです短くして、でしかもバランスも全部工房で揃えてもらいました。はい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 、はいはい、なので全部揃ってます。の揃えるために工房の方がここにあの鉛貼ってくれて、ちょっともうハゲてるんですけど、うんうんうん、鉛貼ってくれたりとかして揃えてます、うんうんうん、一番大切なとこだもんね。そうなんです、セカンドでね選ぶとこだから、ね、そうここが本当にもう一番大事なとこですね私にとって、うんうん、ドライバーはステイですか。そうですね、ではい、ウェッジがドルフィンです。うん、パターがあれかオデッセイの。そうです、これも最近だよねこれね。そうです最近買い替えました、ずっともらい物を使ってたんですけど、うんうんうん、あの
ピン型が好きだなと思って、うん、トライビーム、あ、これも鉛貼ってます、うん、バランス出すためにこいつね、うん、トライビーム、これめっちゃ好きです。ディズニー好きなんですか？これディズニーのキャラですか？あ、これ違う。そうなんです、これシェリー・メイちゃん自分で作りました。はい、あ、組み合わせて、あ、そうです、なんか土台だけアマゾンとかに売ってるんですよ。で、このこれはイヤホンジャックになってて、もともとそれの先っぽを切ってヤスリで削ってくっつけました。すごいな。あれもそうなの？そうなんです、これも手作りで。え、そうなの？はい、パペットなんです、これもともとなんか手入るやつ離すやつ。あ、そうです、そうです、パペットを加工して、これえ、嘘、すごっ。これダイソーでなんかハンドウォーマーが売ってて、ここ指出るとこです。ほうほうほう。で、これを後ろに折り曲げて、このゴムを通すところを作って、ここからゴム通してここで締めて、で、おお、なるほど、ここを全部手縫いです、これミシン使ってない。え、すごっ。はい、いろいろ試して この作り方に行き着きました。はー、これのこのブランケット、ブランケット、そうです、カートタオル、カートタオルっていうか、はい、のこの紐部分はこれもともとあったの？これ、あ、これそうです、こういうものとして売られてるんですよ。カート結構ウェアを傷つけちゃったりとか、うん、冷たいし、あ、痛いじゃん、これ。そうなんです、で、ウェア傷つけないためにっていうので、あ、はい、出てるやつ。これブランケットにもなります。これ紐も縫ったのかと思った。手作りしがちなんで何でも。すごい、うん、そうなんです。ショートですね、117だけど、ジュヤの打ち下ろしなので、まあ107、ピンが奥で、しかも2段グリーンになってるから、もっと大きめに打っても、ちゃんと乗せないと2段グリーンでもなかなかだよ。そうなんですよね、これちょっと大きめに打たないと多分ダメだと思うから、130ぐらい打つイメージでもいいのかな。うわー、あれ登りきらないと大変だな、うん、あ、ピンちょい左気味でもいいかな。あー、当たりやすいけど、いや、でも全然結果オーライじゃない？そのトップが、あー、やっぱ下か、そうか、ブレーキかかっちゃったね。頑張って登ります。頑張って登るぞ。あれ、いやだ、苦手。もう打ち切れないか、ね、あれ打ち切れないんですよね。もう はっきり打って、はい、すげえ奥に行くから自分はね。いや、あれ、私何回あれ4打ぐらい帰ってきたことあります。うん、そうなる。いや、頑張って登らないとですね、ちょっと、うん、でも、そのこれがピンがまた段の際とかだったらあれですけど、まだちょっと余裕はある、うん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 、からそうだね、まあ登りさえすればいいっていう話ですよね。登ったらスライスだし、こっちはフックだし、やってるかもしれない。お、あぶねー。めっちゃ打ったのにな、今。あぶねー、結構打ったと思った。いや、そうか。おお。いやー、残ったな。あ、切れない。うん。おー、そうなんだ。また嫌な距離が。もうこういうのはライン消したいな。ライン消したいとか言ったら強気でやってしまった。じゃあ全く曲がらなくなった。ダメだ。あー、これでいいんだよ、これで。はい、はい、いや、グリーンも難しいよとは聞いてたけど、やっぱり難しいですね。うん、高台でちょっと高台って時点でちょっとあれだよね、むずい、うん、アプローチがやっぱまず難しいし、キャリーで狙うのが難しい。